まあ、一つは、その民族の因縁というしか言いようがないですね。そういう宗教しか広まれなかった。そういう宗教しか開発って言い方おかしいけど、そういう教えにしか到達できなかった民族性だったと。言うてみると、正直、一神教を本気でやってる民族っていうのは、仏教を本当に勉強した側からすると、誠に幼稚極まりない。こんなことを本当にまともな人間が信じれるのかっていう内容ですけどね。でもそれも、まあ、疑問も抱かずずっと 五所大事に守ってきたってことは、まあ、言うて、知恵のあんまり働かなかった民族性がそのまま続いちゃってたっていう。